ダークナイトは2008年のアメリカ・イギリス共作映画。監督はクリストファー・ノーラン。主演はクリスチャン・ベール。D.C. コミックスの出版するアメリカンコミックバットマンを原作とした実写映画作品。ダークナイトトリロジーの第2作目。第81回アカデミー賞において8部門にノミネートされ2部門を受賞した。D.C. コミックスの出版する アメリカンコミック、バットマンを原作とした実写映画作品。バットマンビギンズに続くダークナイトトリロジーの第2作目。バットマンの実写映画作品としては累計で第6作品目となる。次のような古典的なコミックブックの物語からインスピレーションを得た。バットマン1、バットマン、キリングジョーク、バットマン、ロングハロウィーン。また、ニックネームのザ・ダークナイトは、 ビルフィンガーによって描かれたバットマン1で初めて使用された。監督はクリストファー・ノーラン、主演はクリスチャン・ベール。ジョーカー役のヒース・レジャーは公開前に死去した。信仰のある俳優のジョニー・デップ、コリン・ハレル、ジュード・ロウが代役で出演して完成させた、テリー・ギリアム監督作、ドクター・パルナサスの鏡を除けば、ヒース・レジャーの遺作となった。工業的に、 大成功を収めただけでなく、批評家からも絶賛されたにもかかわらず、第81回アカデミー賞において、作品賞にノミネートされなかった時には大きな波紋を広げた。後に、ダークナイトトリロジーの完結編として、ダークナイトライジングが制作された。蘇生不明の犯罪者ジョーカーに雇われた同化死のマスクを被った男たちが、コッサムシティの銀行を襲う。 それぞれの役目を終えた男たちは仲間から殺され最後に一人だけが残った。マスクを外した男はジョーカー本人で銀行に預けられていたマフィアの資金を奪って逃走する。ゴッサム死刑のジム・ゴードン刑部補は謎の男バットマンと共に組織犯罪撲滅に尽力していたがこれに新任の地方検事ハービー・デントが協力を申し出る。バットマンの正体である。 大富豪のブルース・ウェインは、ハービーとの対話で、彼の高潔さに感銘を受け、彼の選挙支援を申し出る。ブルースは堂々と悪と戦うハービーこそが、ゴッサムの求める真のヒーローであると考え、バットマンの引退を考えていた。ブルースは、幼馴染みで、ハービーの同僚であるレイチェル・ドーズに思いを寄せているが、レイチェルの気持ちは、ブルースとハービーの間で揺れていた。ジョーカーの反抗から、 マフィアの隠し資金が警察に露見し、各マフィアのボスが集まって対策を練る中、問題の超本人であるジョーカーが現れる。ジョーカーは、マフィア弱体化の原因であるバットマンの殺害を提案し、報酬として全資金の半分を要求して去る。ボスの一人ギャンボルはジョーカーに腹を立てて、懸賞金をかけたが、死体のふりをして運び込まれたジョーカーに切り殺されてしまい。 ジョーカーは彼の組織を乗っ取る。ブルースは秘密裏に香港に潜入するとマフィアの金庫番である中国人実業家ラウを拘束してゴードンに引き渡す。司法取引に応じたラウの供述からゴッサム死刑は多くのマフィア構成員を逮捕する。これがバットマンの力によるものだと悟ったマフィアはジョーカーの提案を受け入れる。ジョーカーは バットマンの真似をしていた男を殺し、バットマンが正体を明かすまで市民を殺し続けると宣言。さらに、ローブ死刑本部長、サリロ判事、ハービーの殺害を示唆し、仕掛けた罠でサリロが爆殺、ローブが毒殺される。続いてジョーカーはブルースが開いたパーティーに、ハービーを狙って乱入するが、バットマンに阻止される。後日、ジョーカーは、ハービーと、 デントという別の市民を射殺し、さらにコッサム市長、ガルシアの殺害を予告する。ローブ本部長の葬儀式典で警官に噴した、ジョーカー・一イは市長を狙撃するが、市長をかばったコードンが、教弾に倒れる。レイチェルも狙われ、追い詰められたブルースは、ハービーに後を託して、正体を明かそうとするが、翌日の記者会見でハービーは、自分がバットマンだと発表する。 逮捕され、拘置所に護送される、ハービーの車列を、ジョーカーの乗ったトレーラートラックが襲撃するが、タンブラーで駆けつけた、バットマンとの戦闘で襲撃は失敗し、生きていたゴードンによりジョーカーは逮捕され、ゴードンは本部長への昇進が決まる。しかしその晩、ハービーが行方不明となる。バットマンはジョーカーを尋問するが、彼からレイチェルとハービーの二人が誘拐され、 別々の場所で窮地に陥っていると聞かされる。ハービー救出をゴードンに任せ、バットマンはレーチェルの監禁場所に急行するが、ジョーカーが教えた監禁場所は逆で、そこに囚われていたのはハービーだった。バットマンはハービーを連れて辛くも建物から脱出するが、直後に建物が爆発し、ハービーは顔の左半分に大やけどを負う。一方、 レイチェル救出に向かったゴードンは間に合わず、彼女は助からなかった。ジョーカーは、一緒に逮捕された部下の腹に埋め込んであった爆弾を爆発させ、警察署は壊滅。ジョーカーは留置場のラウを連れて逃亡する。レイチェルを失い絶望したハービーは顔面への皮膚移植を拒否し、かつてのアダナ・トゥーフェイスを具現化したような姿になっていた。 ジョーカーはマフィアから礼金を受け取っていたが、もともと金に興味のなかったジョーカーはその札束の山に、ラウを乗せたままガソリンをかけて火をつけ、自分がボスであると宣言する。同時刻に、バットマンの正体に気づいていた、ウェイン産業の顧問弁護士リースは、これを公表するためテレビに出演していたが、バットマンがいないと退屈になるとしてジョーカーは、発表を止めさせ、 病院を爆破されたくなければ60分以内にリースを殺すよう市民に促す。ゴードンはゴッサムのすべての病院の避難を命じ、テレビ局に集まった群衆からリースを保護する。リースはなおも命を狙われるが、ゴードンと駆けつけたブルースの手で助けられる。ハービーのいる病院では避難の混乱に紛れて、看護婦姿のジョーカーが病室に侵入し、ハービーに復讐をたきつける。 病院から出たジョーカーはその病院を爆破し、人質を乗せたバスで逃亡する。病院から脱出したハービーは、レイチェルの死に関わった人間への復讐を始める。相手を処刑するか否かは、レイチェルの形見となってしまった幸運のコインを使ったコイントスの結果次第。はじめに、自分の誘拐に加担した刑事ワーツを射殺。ワーツに指示を出したマフィアのボス。 マローニは撃たれなかったものの、再度コイントスを行ったハービーは、マローニの乗っていた車のドライバーを撃ち、車は道路脇に突っ込んだ。レイチェルの誘拐を手引きした女刑事ラミレスは、ハービーに脅されて、ゴードンの家族を呼び出すが、命は助かった。ジョーカーはテレビを通じて、ゴッサムの支配を宣言し、従わない市民へ退居を命じるが、橋とトンネルへのサプライズをほのめかし、 残りの道は渋滞で脱出はままならない。ゴードンは一隻のフェリーを確保して囚人の移送を図るが出航後市民を満載したもう一隻と共に航行不能になる。ジョーカーは両方の船に爆弾を仕掛けた上で互いの船の起爆装置を残しており午前0時までに片方が爆破されればもう一方は助けると宣言する。ジョーカーの通話を傍受した。 バットマンは潜伏先のビルを特定し、ゴードンに伝えて急行する。ビルの中では病院から行方不明になっていた医師らが人質となっていた。警察に先駆けて突入した。バットマンは銃を持ったピエロの正体が縛られている医師で、ギャングが医師に化けていることに気づく。しかしスワットの突入が始まり、バットマンは人質を守るために、スワットへの応戦を余儀なくされる。 やがてスワットもジョーカーの罠に気づき、ついに、バットマンはジョーカーを追い詰める。格闘の末、ジョーカーが、バットマンを組み伏せている状態でレイジを迎えるが、フェリーの市民と囚人たちは互いを殺すことを拒否し、爆発は起こらない。ジョーカーは失望しつつも自らフェリーの爆破を、試みるが、ま一発で、バットマンが、起爆装置を弾き飛ばす。 ビルから落下したジョーカーもバットマンに釣り上げられて助かるが、ジョーカーはハービーこそがゴッサムを絶望させる切り札だと告げ、駆けつけた警察に引き渡される。その頃、ハービーに呼び出されたゴードンはレイチェルが死んだ建物にいた。ハービーは忠告を受けていながらも部下の内通を放置していたゴードンを許さず、自分と同じ目に合わせるべく、ゴードンの息子ジミーに銃を向ける。 現れたバットマンに対しても、ハービーは共に戦った三人のうち、自分だけが愛するものを失った、不公平さを嘆く。公平な裁きとして、自分たちの命運をコインに委ね、裏が出たバットマンは腹を打たれて倒れる。ハービーは票を出し、最後にゴードンのコインを投げた時、起き上がったバットマンがハービーに飛びかかる。バットマンは窓から転落するジミーを助けたが、 ハービーは落下し生きたいていた。ゴードンは市民の希望であったハービーが復讐期と化したことが知られれば、ジョーカーの狙い通り市民は絶望すると嘆くが、バットマンはその罪を被むることを決める。かくしてハービーはヒーローとして見送られ、バットマンは殺人犯として警察から追われる身となった。逃げてゆく、バットマンを見たジェミーが理由を問うと、ゴードンは 今はそうしなければならないと伝え、彼はヒーローじゃない。沈黙の守護者、我々を見守る監視者、暗黒の騎士だと告げて、物語は終わる。本作より初登場したものを挙げる。監督のノーランは、マイケル・マン監督作、ヒートを参考にしたと語っている。また、ヒートで重要な役を演じたウィリアム・フィクナーが、仮面を出演している。 ウィリアム・フィクナーは当初ハービー・デント・トゥーフェイスを演じることになっていた。特殊効果を指揮したのはクリス・コーボールド。80年代から007シリーズでも知られる特技監督。152分の映画のうち約30分のシーンが IMAX カメラで撮影された。これは劇映画では初の仕様となる。そのため IMAX シアターで公開されたバージョンでは シーンによって画面アスペクト比が異なり、通常のシネマスコープサイズに加えて正方形に近い IMAX フォーマットの映像が混在する形で上映された。ブルーレイディスクソフトではシネマスコープサイズと16、9の映像が混在して収録されており、IMAX 撮影のシーンは16、9に切り替わる。DVD 版では通常の劇場公開版と同様となり、 全編シネマスコープサイズに統一されている。アメリカでは2008年7月18日に4366巻で公開された。スパイダーマンさんのオープニング講習を超え1億5830万ドルで初登場1位を記録。また、パイレーツ・オブ・カリビアン、デッドマンズ・チェストの公開16日目で3億ドル突破の記録を公開10日間で破り、 シュレック2の公開43日で4億ドル突破を18日目で更新した。その後も工業収入ランキング上位を保ち、6週間で5億ドルを突破。最終的に全米での工業収入は5億3334万ドルを記録し、公開時はタイタニックに次ぐ全米工業収入歴代2位を記録した。日本では2008年8月2日、3日に 先行上映を行った後、8月9日から本、公開された。週末動員数ランキングでは、崖の上のポニョに次いで、初登場に最終的な工業収入は16億円を記録した。世界工業収入は、最終的に10億192万ドルとなり、公開当時は、タイタニック、ロード・オブ・ザ・リング、王の機関、パイレーツ・オブ・カリビアン、 デッドマンズ・チェストに次ぐ歴代4人を記録した。本作は批評家からも絶賛されている。映画批評サイトの6点トマト図は324件のレビューに基づいて94%の高い支持率を示し、評価の平均点は10点満点中8.6点である。また批評家の総意をダークで複雑で忘れられない。ダークナイトはエンターテインメントのコミック映画というだけでなく、 スリリングなクライムサーガとして成功したとしている。メタクレッティックには39件のレビューがあり、過重平均値は82、100となっている。著名な批評家のロジャー・イーバートは、4つ、性満点中最高の4つ星をつけた。イーバートは、バットマンは、もはや漫画本ではない。クリストファー・ノーランのダークナイトは、その期限を超えて飛躍し、 夢中になれる悲惨な内容の映画ですとしている。またジョーカーについて、ダークナイトは善悪の単純な物語ではありません。ジョーカーは悪役以上の人物で、彼は敵対者の道徳的ジレンマを引き起こす魔法のように設計されたメフィスト・ヘレスですとしている。また、ヒース・レジャーについて、映画のキーパーソンは亡きヒース・レジャー演じるジョーカーです。 彼はピーター・フィンチ以来の最初の死後のオスカーの勝者になるだろうかと語っている。上述の通り、第81回アカデミー賞において2部門を受賞したが、観客、批評家双方からの評価が高かった本作が作品賞にノミネートされなかったことは大きな批判を集めた。そのことが翌年からの作品部門の候補枠を それまでの5作品から最大10作品まで拡大することにつながった。ありがとうございます。